今回は荒川サイクリングロード、江戸川サイクリングロードの50キロを周します。目的地は3カ所、0キロポストがある荒川中洲南端、昭和レトロの雰囲気が残る柴又帝釈天、東京23区の秘境、旧江戸川の妙見島。それでは行ってみましょう。葛西橋です。葛西橋の途中でですね、降りられるっていうことなんですけれども、行ってみましょう。葛西橋の向こうは首都高です。荒川です。この首都高の下に、荒川の中洲がありまして、サイクリングロードになっています。ありました、ここですね。ここで、ここから降りられます。それではこの中洲の南端に行ってみましょう。皆さん、呪術廻戦見てましたでしょうか。自分もシーズン1はまでは見てたんですけど、実はこのシーズン2のエンディングにですね、五条悟と下藤すぐるがですね、最後歩いていたというエンディングのシーンがこちらだそうです。ここから下に降りることは、もう降りていくしかないですね。よいしょ。中洲南端までやってきました。ここに0キロポストあります。よいしょ。荒川の下流30景その2だそうです。それではこの後ですね、荒川サイクリングロードを登りまして、支流の中川沿いに進んで帝釈天に行きたいと思います。さっきの葛西橋くぐります。カニ発見。都営新宿線荒川中川橋梁です。さっきの葛西橋みたいに、橋に出るといいんですけど、橋降りてきたんですけど、こちらの突き当たりですかね、川沿いを走りたいと思います。ああ、こういうことか。よいしょ。ちょっと危ないので土手の上上がります。よいしょ、よいしょ。こっちもいいですね。土手の下の道、ちょっと車幅が狭くて危なかったので今土手上がってきました。こちらの方が、走りやすいですね。見晴らしもいいです。この堤防上の道ですが、ちょっと一度降りないといけないみたいです。道路に降ります。道がないですね。そして渡れないという。どこで渡ったらいいんだ。結局さっきの、中洲に戻ってきました。いろいろブログ見たり、Google マップなんかも見て調べたんですけど、ちょっとアクセスする、道があるのかどうかちょっと分かりませんが、行ってみるしかないです。上平井水門、ここをくぐります。あそこの黄色い橋が見えます。これでもしかして、中川渡れるのかもしれません。行ってみましょう。スカイツリー、一般車両バイク進入禁止、通行車両
駐車しないでください。まあこの黄色い橋行かなくても、この正面の橋を渡った方が良さそうですね。一度黄色い橋渡ってしまうと、先の信号あそこ上りになってますんで、このまま行った方が多分楽に行けると思います。国道6号線沿いに進みたいと思います。こっちはまた高速になっちゃいますね。ここは渡れるのかな。これはもう自転車泣かせだ。行かせてもらっちゃおうか。よっしゃ、中川ですね。本当はこの中川沿い来ようと思ったんですが、道が分からず、国道6号を走ってます。金町3丁目、ここを右折します。柴又街道に入りました。柴又帝釈天前、やってきました。帝釈天、参道ってあります。あ、ここですね、柴又駅。うなぎ屋さんあります。うなぎのいい匂いがします。草だんご屋さんですね。草だんご屋さんです。せんべいうまそうっすね。1名ですか？大丈夫です。あ、はいはいはい、はい、姉ちゃん、はい、すいません、カツ丼、はい、お願いします。帝釈天行きましたので、江戸川サイクリングロードに行きたいと思います。その前にですね、矢切の渡しがありますので、ちょっと矢切の渡しを見てから、江戸祭行きたいと思います。これが矢切の渡し。ちょっと先まで行ってみましょう。あ、こういう感じになってるんですね。まあ、散歩して。あ、こういう感じになってる。結構あれですね、江戸川も広いんですね。川の対岸は千葉県になります。あ、気持ちいいですね。あの水門をですね、境目に江戸川と旧江戸川に分かれています。土手沿いに進みまして旧江戸川行きたいと思います。さあ、この水門、校門を渡れば、江戸川に行くことができるみたいですね。自分は、こちらの旧江戸川沿いを進みます。これこっち行ったらいいのかな。あ、こっち側にサイクリングロードがついてました。この辺は、クルーザーがいっぱい止まってます。海の匂いがしてきました。
よいしょ、旧江戸川と新中川、合流地点になります。あの船の先に見えるこう正面の建物が見えると思うんですが、あそこが、23区唯一の自然の島、妙見島になります。それでは行ってみましょう。島にあるラブホテルルナが見えてきました。橋をですね渡って途中で降りられるということなんですが、この浦安橋ですね。多分このボディーのかな、来ました、妙見島に来ました。中はトラックでいっぱいです。新東京アスコン、島全体が、もう何らかの、工場のようになってますね。ニューポート、ヤマハの、ニューポート江戸川砂川アスコン、社員寮でしょうかね。月島食品さん、月島食品のところに、妙見神社があります。ここで突き当たりになりました。月島食品さんです。以上、妙見島でした。もう島全体が、何ですかね、採石場というか土砂を扱っている、工場に占められておりまして、ちょっと埃っぽい、島でした。ラブホテルがあるっていうのが面白いですね。これはですね出てきちゃったんですけど、逆走だ。これはいけない。自転車はですね結局このさっき来た、歩道橋、ここまで戻ってこないと戻ることはできません。それでは妙見島を後にしまして葛西臨海公園を、ゴール地点としたいと思います。観覧車見えてきました。葛西臨海公園到着しました。10時半過ぎに、新木場駅を出まして、ただいま4時3時56分です。湾岸道路を、葛西臨海公園から渡って、新木場駅行こうと思ったんですけど、ちょっとうまく渡れなくてですね、少し遠回りして、帰ってきたので、もしかすると50キロぐらい走ってるかもしれません。気軽に、輪行できますので皆さんもぜひ試してみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。到着です。